どうも皆さんこんにちは、キュウキュウです。今回ですね、クラッシュオブクランの、アップデートの前のですね、スペシャルイベントというのが実装されまして、資源施設をその1棟につきですね、エメラルド1個でブーストができると、1日できるということなんですけれども、このですね、メンテナンスというかこのスペシャルイベントはアップデートが来るまでの、実施ということです。のようです。ウィザードウィークもですねアップデートが来たら終了ということで、ちょっとこれは場つなぎという感じがしますよね。場をつなぐでちょっとこのスペシャルイベントが来たことによってアップデートがちょい先になるのかなと感じがしますね。それなんでかっていうと、資源施設エメラルド1個でできるということを、すぐ例えばですよ、今4時頃、今5時頃にですね、そのイベントが開催されたんですけれども、5時にイベント開催されて、例えば明日に何て言うんでしょう、もうアップデート来ちゃったら1日エメラルド1個っていうのはなんだそれってなっちゃうわけじゃないですか。なのでアップデートは本当なんか1週間ぐらいじゃないですかね。やっぱりなんて言うんでしょう、運営側もエメラルド1個でブーストできるっていうのはやっぱ運営側もからしてもちょっと嫌だと思うので、そんなね課金してブーストされる方もいらっしゃるぐらいですから、やっぱりそんな長くはしないと思うんですよ。ということで約1週間ぐらいじゃないかなと思います。ちょうどiPhone 6が出たぐらいにアップデートみたいな、ちょっと時代に乗った感じで来るかもしれませんということで、今回はですね、私の予想ではあるんですけれども、アップデートは本当に1週間ぐらいじゃないかなという予想がします。ということでご視聴ありがとうございました。